こんなね41歳のおっさんで今、まあ市長っていう仕事やっててて、ね、市長としてのいろいろやりたいこともあるんだけど、石丸慎治、個人としての夢をその子に聞かれて、じゃあ僕の夢の話、1個していいですかいっぱいあるんですけど、1つは死ぬまでにやりたいっていう夢ですあ。知ってる方は当たり前なんですけど、ペンギンってシロクマと一緒にいそうなイメージありますないか、ある。うん、でも、絶対巡り合わないんです、あの2人。 てた中学校に行って経済学の話をしてるんです、授業で、社会科の授業で。で、その後女の子の生徒がね、中2の子が、僕のところに質問に来て、師匠の夢って何ですかっていう風に聞いてくれたんです。で、そこで、ああだこうだ話したっていうのがあって、こんなね、41歳のおっさんで、今、まあ師匠っていう仕事やってて、ね、師匠としてのいろいろやりたいこともあるんだけど、石丸慎治、個人としての夢を、 その子に聞かれて、ね、ああ、いっぱいあるよっていう話をしました。うん、なので、年の高関係ないと思います、ね。僕ぐらいの年の人でも、ね、もっと上の方でも、うん、で、もちろん、もっともっと若い人たちでも、夢は、うん、変えず持てるし、どんどん出てくるので、それを追ってぶしいな、という話をしたところです。あ、あと5分。 え、どうでしようあと5分。僕の夢の、あ、しょうもないです <laughs> じゃあ、僕の夢の話、一個していいですかいっぱいあるんですけど。一つは、死ぬまでにやりたいっていう夢です。しょうもないんですけど、ペンギンを見たいっていう夢があります。ペンギン。皆さん、ペンギン好きですあの、まあ、ペンギンの説明いらないか。全世界で、 あれ忘れたか ?17 種類だったかなぐらいいるんですけど、それを現地で見たいっていう夢です。今、だいぶクリアしたんですよ。南米行ったり、オーストラリアとか、あとは南アフリカとか。南アフリカはね、なんか暑そうなイメージもしかしたらあるかもしれないんですが、赤道から離れるほど今度は南に寒くなるんで、一番南のあの希望法、ケープタウンって結構涼しいっていうか寒いんですよ。 そこにケープペンギンっていうのがいます。ちっちゃい。これぐらいかな。20センチぐらいです。2センチ。あの、ひょこひょこちっちゃいかわいいんですけども。それは見たことありますし、オーストラリアの方でも何個か見ました。なので、それを、まあ、死ぬまでに全部見に行きたいなと思っています。一番大変なのは南極なんですけどね。キングペンギンとか皇帝ペンギンは南極にいるのかな、うん。あれを最後見て、み、えー、見たいなと。 そこまでは達成したいなと思ってます。はい、ちなみにペンギンって <laughs>、もうちょっといいですか、この話 <laughs> 今日ね、皆さん、図らずもペンギンに詳しくなってほしいなと思って、まあ、知ってる方は当たり前なんですけど、ペンギンってシロクマと一緒にいそうなイメージありますないか、ある。うん、でも、絶対巡り合わないんです、あの二人だって、北極にいるんですから、シロクマって。 ホーラーベアって言いますけどね。北極グマなんですよ。が対して、ペンギンって南半球にしかいないです。南半球の比較的涼しいところにいるのがペンギンなので、絶対に見たことないですよ、お互いを。うん、ていうか、あんな一緒にいたらペンギン食われ放題です。<laughs> どう考えても。はい。なので、ペンギンと主役は全然別の場所にいますで。僕がたくさんペンギン見たのは、シリなんですけど、フンゴルトペンギンっていうのがいるんですね、そこは。 ただ、これ、現地で絶滅しかかったらしいんですよ。何十年か前に。うん。まあ、気候変動とかね、いろいろあって。そした時に、なんと、役に立ったのが、日本の動物園らしいです。日本の動物園。おそらく皆さんが見たことあるペンギンって、水族館と動物園にいる、フンボルトペンギンなんですね。で、日本の動物園、水族館ってすごいクオリティ高くて、ペンギンの繁殖がめちゃくちゃうまいんですよ。よ なので、その増やしたペンギンをシリに送り返してというか、まあ多分こっち生まれの日本産なんですけど、フンボルトペンギンを現地に送って、現地のその生態系を復活させたっていう話をシリで聞きました、ね。なので、日本っていうのは、実はペンギン王国っていうのかな。ペンギンに行かりがあって、えっ、ー、と、全国で国内に14だったかな。ちょっとうろおえです。ぐらい種類の ペンギンギがいます。これ多分世界で圧倒的だと思いますよ。海外の動物園、水族館ってそんなに種類ないですから、ましてペンギンなんてね、育てるのも大変だし、金がかかるんですよね。なので、日本に生まれたからにはペンギンを愛してみてください。確か、長崎の水族館だったかな。違います長崎の方、今いらっしゃいます長崎、 だったと思うんですけど、水族館って、えー、っと、あれ、数字はもう忘れちゃったな。11か9。10種類ぐらいいるんですよ。一つの水族館に。すごくないですか世界中にいる半分以上が一つの水族館に見えるんですよ。今もいるのかな、うん、僕まだ行ったことないんですけど、長崎はペンギンだけを見に行ってもいいんじゃないですかって言ったら長崎にして怒られるかな 他にも見るものはいっぱいあるんですけど、ちょっと長崎、長崎の人いないかな、うん、こんなに熱くペンギンを飾ってもね、うん、あんまり役に立たないからこれくらいにしますね。はい <laughs> うん、そうこうしてう,うちに22時を迎えます。ちょっと長崎のペンギン水族館の話、また調べてからお話ししますね。はい。じゃあ、一旦 ここで終わらないですあの。このまま内藤さんに入ってもらうんですが、ちょっと待ってください。LINE で読みます。これね、内藤さんにそのまま Zoom で入ってもらえれば、すぐそのまま画面がつながるようにはしてあります。内藤さん。あっ